さすがバカキン、逆に天才。先生と僕、いい勝負だな。皆さんどうも、コンコンチドイヒーです。ツッコミ役のツッコミン太郎です。今日はマインクラフトで対決だ。今日の対決テーマは最近流行りの漫画なんとかのなんとかだ。それじゃ何かわからないよ。鬼滅の刃ね。そう、そのおけつの刃だ。鬼滅の刃だからおけつの刃面白くなそう。皆さんどうも、バカバカップバカキンです。僕から作っていくぞ。バカキンにあのキャラクター作れるのか。ブロック置いて、はい、できました。これのどこが鬼滅の刃のキャラなんだよ。これはケツだけ星人だよ。それはクレヨンしんちゃんのキャラだよ。お尻で真剣白羽取りするシーンなかったっけ。そんなシーンないから。それじゃあ次は僕の番だ。まともなもの作ってくれよ。任せといて。主人公のケツジロウを作ってくよ。炭治郎だから。ケツジロウなんてやつ脇役だろう。肌色で顔を作っていくぞ。そして主人公はおでこにシミがあるからね。シミじゃなくて傷跡じゃないの。そして髪の毛を茶色で作って、はい、できました。これのどこが炭治郎なんだよ。だけど炭治郎かひじきかって聞かれたらどっち。炭治郎って比べるものおかしいから。ちゃんと作る気あるのかな。皆さんどうも、ツルツルピカン先生です。先生はまともなもの作ってよ。炭治郎を頑張って作っていくぞ。だけど想像で作っていくのは難しいから、このモンストの炭治郎を参考に作っていこう。なるほど。想像だけで作ったらドヒー君のやつ見たくなりそうだもんね。参考にするのは卑怯だから先生失格。先生に厳しすぎだから。アップにするとブロック一つ一つが分かるようになるから、これを見ながら作っていこう。これ通りに置いていくだけって考えるとめちゃくちゃ簡単だな。僕もこれ見ながら作ったんだけどな。バカキンはバカだから仕方ないよ。一つずつ似たような色をつけていく。ちょうどいい色がないからにするのが大変。できるだけ似た色をどんどんつけていく。30分経ってようやくここまで完成。30分かかって足のちょこっとだけ。これはどんだけ時間かかるかわからないよ。アジュピチパー。先生はできるまで1ヶ月ぐらいかかるんじゃない。そう考えたらバカキンの方が早くて似てていいね。全く似てないから。それじゃあ次は僕の番だ。バカキンまだやる気なのかよ。僕だってやればできるってところを見してやるよ。だけどもうダメそうな雰囲気が出てるよ。ここに剣を持たせて、はい、できました。できてないから。これのどこが炭治郎なんだよ。しかもスッポンポンだし。なんだって。スッポンポンだって。じゃあスッポンポン祭りだ。スッポンポン祭りしなくていいよ。スポンスポンでスッポンポン、はい、スポンスポンでスッポンポン、はい、スポンスポポポポンスポポンポンスポポン。全員で歌わなくていいから。それじゃあ次は僕の番だ。なんで頭に剣が刺さってんだよ。のぐとしてる途中にやられちゃいました。そんな主人公いないから。次は仲間の顔を作っていこう。仲間の誰を作るのかな。誰ができるかお楽しみに。善逸です。結局言っちゃうのかよ。顔を作って髪の毛つければ、はい、できました。どこが善逸なんだよ。全然顔が違うじゃないか。だけど薄めでぼやかしてみたら善逸に見えてくるんじゃない。ぼやかしても顔が違いすぎるわ。先生、あとは頼みますって言っても時間かかりそうだからな。仕方がないから顔だけ作ることにします。それでもかなり時間かかりそう。制限時間1人1分だから。それは絶対無理だから。それじゃあ顎の部分から頑張って作っていこう。似たような色をどんどん並べていく。少しずつ地道に作っていくぞ。30分頑張って作業してようやく口の部分までできたぞ。さすが先生、ものすごくいい感じ。もうこれで完成でいいんじゃない。そしたらただの口のお化けじゃないか。頑張って作業を続けていって、1時間で目の部分までできたぞ。先生、これはもうプロだよ。僕だってこれぐらい簡単に
に作れるけどね。じゃあ作りなさいよ。だってめんどくさい僕天才、先生の頭は超臭い。そんなに臭くないから。めんどくさいってドイヒくんは勝つ気あるのかな。それじゃあ次は僕の番だ。バカキンはもうやらなくていいよ。僕だって仲間を作っていくぞ。まずは金髪のやつ、そして茶色のやつ、はい、できました。これはひどすぎる。これ見て鬼滅の刃って思う人誰もいないよ。逆にピカソの絵見たくすごいけどね。逆にとかないから。次は僕の番だ。今度は善逸に剣が刺さっちゃってるよ。またノグソの時にやられたみたい。うんち中に気を抜くなよ。次はイノスケを作っていこう。イノシシのキャラクターね。モンスターを出して、はい、できました。これイノシシじゃなくて豚だから。豚もイノシシも一緒でしょ。どっちもケツがあるんだから。ケツはいろんなものにあるよ。あとちゃんと建築してくれよ。それじゃあ先生続きを作っていこう。先生はまだまだ時間がかかりそうだよ。だから急いで作業してくよ。次は左目を作っていく。まだまだ時間かかりそうだし僕寝てるよ。寝るなよって言いたいけども、これは時間かかりそうだから寝ても仕方ない。じゃあ僕も気絶してるよ。気絶までしなくていいでしょう。必死にペースを上げて作っていく。そして左目が完成したぞ。いいペースでできてきてるな。次に眉毛を作っていく。1時間半かかってようやくここまで来たぞ。正直もう炭治郎だよ。ここで終わっても2人には勝ちだけどね。だけどここまで来たなら最後まで作りたい。まだまだ時間かかりそうだよ。次はおでこの傷を作っていくぞ。むにゃむにゃ、傷じゃなくてシミでしょ。傷だから。あと寝言で会話するなよ。それじゃあどんどん傷を作っていく。いい感じに傷ができてきたぞ。あとはおでこをどんどん作っていって顔ができたぞ。2時間かかってようやく顔ができました。とんでもない時間かかってるな。疲れちゃったからちょっと休憩。先生が休んでる間に僕たちも作っていくぞバカキン。先生のこれには勝てないからもう諦めなよ。僕はもう作らなくていいや。偉いぞバカキン、もう諦めたんだね。だって僕はもうこれで勝てるから。勝てないよ、圧倒的敗北だよ。じゃあ僕は改めてイノスケを作っていこう。ちゃんと作ってくれよ。正直イノシシ作ればいいだけの話でしょ。その考え方がもうダメだ。茶色いブロックをどんどんと置いていく。そして鼻は大きめに、なんなら顔より大きくしちゃおうかな。顔より大きかったら鼻のお化けじゃないか。そして目を作っていく。こんな目じゃないから適当だな。建築適当、すっきりせんと、黒くて美味しいかりんと、エッフェルと、グラニューと、全員でギャグ言わなくていいから。最後に耳をつけて、はい、できました。どこがイノスケなんだよ、全然違うから。だけどイノシシには見えるでしょ。イノシシ作りしてるわけじゃないから。それじゃあ続きをやっていくぞ。髪の毛を作ろう。ここからまだ髪の毛、まだまだ時間はかかるぞ。だから急いでどんどん作っていく。30分かかってこだけできたぞ。まだまだ時間かかりそうで、あじぴじっぱ。大変だからもうこっから上ハゲにしちゃえばいいんじゃない。そしたら全く違うキャラになっちゃうよ。大変すぎるから細かく色を開けないでいこう。ちょっと手抜いちゃうよ。手を抜くどころか毛抜いちゃってるよ。毛は抜かないから。もう色は3色ぐらいにしてどんどんと置いていく。輪郭はできたから、あとは中を埋めていくだけだ。だけど髪の毛の模様を作っていくのが大変。髪の毛作り始めて1時間半かかっちゃったよ。さすが先生、髪に苦戦してるね。いろんな意味で苦戦しちゃってんな。だけどもう少しで完成だ。ラストスパート頑張るぞ。どんどんとブロックを置いていく。そして4時間半かかってようやく出来上がったぞ。これが完成した鬼滅の刃の炭治郎だ。
さすが先生、とんでもないもん作ったよ。僕なら10分で作れるけどね。嘘つくなよ。せっかくだから完成の様子を見てみよう。顎からどんどんとできていって、顔ができて、そして髪の毛ができて完成。これにはびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点、先生の頭はツンツル点。ギャグ言わなくていいから。というわけで今日の対決はここまで。なんでみんな剣刺さって白目向いてんだよ。今回の対決の勝者は僕の勝ち。絶対先生の勝ちだろう。だって3種類も作ったからね。ただ数作ればいいだけなのかよ。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。